MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます、天気のいい中ですけれども、マニアックスアリーナさんにやってまいりまして、2021年の走り納めになります。まあ動画公開するのは年明けてからになってると思うんですけれども、今日は12月30日です。で、今から走らせるのはもちろん TT4 スーパーアバンテ。この間 9.3 周年記念レースに出た時のまんま。ということになっております。まずはですね、まあ、今日はそんな大掛かりなレースじゃないんですよ。ここの定期レースのような形なので、で、ガラガラかなと思ったら全然そんなことなくて、ピットがもう満席になる状態で、かろうじて一つスペースをもう取っといてくれたかのように開けていただいてたんでしょう、きっと。うん、ありがたいところでございます。で、まあ、今からですね準備して、まあ、ナイトレースですので、これから走らせていこうかなというところなんですけれども、はい、参加するのはもちろんエントリークラスということになります。どんなになるか楽しんでいきましょう。おはようございます。惜しい。練習の時にやらかしてしまいまして、リアのダンパーステーポキッと折ってしまったんですね。サスアームなど一部のパーツはスペアを持っていたんですが、残念ながらこのダンパーステーを持っていなかったんですよ。で、どうしようもなかったんですが、こちら店長ブクロさんの TD4 からお借りすることができたんです。もう諦めて帰ろうかと思っていたんですけれども、こちらブクロさんの TD4 ごめんなさい、無事にレースを終わらせたら戻しますから。はい、気持ちを入れ替えて私もレースでかっ飛びます。さあ、奥川選手は今ブルーのカラーの街ですね、バックストレートを走行中。さあ、アントリークラスの第1ラウンドの第1ミートです。さあ、現在のところ奥川選手がトップ、連続3周18秒930、2番手の内田選手ですね、連続3周が20秒5、新潟さんが現在3番手、連続3周が21秒2、前田勝田選手が21秒9、大塚選手41秒5となってます。あとセンターダブル、真ん中で一度転倒してます。さあ、ミュートさんが追加です。ミュートさんは今の周囲ですね、20秒5ですね。さあ、現在奥川選手がトップ、2番手に内田選手、3番手ミュートさん変わらず。あー、もったいない。あー、もったいなかった、ごめんね、ありがとう。36秒6まで上がった。
か、電池切れ。さあ、ミントちゃんが今ステップをクリア。そして、それ、どけといて。ミントちゃん、今ステップ19秒0ですね。電池切れでした。ステップをクリア。せっかくやから、さあ、マニュアル程度でクリアして、コースドアを追加。今のステップ19秒4、4ですね。現在、奥川選手がトップ、ミエカさんが2番手、ミエカさん、逆転、18秒797、奥川選手、トップ不動ですね、今の選手、18秒852、さあ、ミエカさんが18秒台の後半の奥川選手のタイムをマークして、現在のところ、トップ不動、今の選手、18秒480。もったいない、もったいない。場内沸いてますね。あと前の選手が取ってたそうですね。さあ、残り45秒、現在トップはミュータさん、2番手に奥川選手、3番手内田選手、前田選手、大塚選手、青田、あと奥川選手、逆転18秒75秒奥川選手、2番手、ミュータさん2番手、すごいとこ。さあ、次のラウンド、次のラウンド行けそうですね。さあ、ミュちゃんもね、いきなり、トップのタイムで投稿しますね。さあ、まだ、ゴールなしです。まだゴールなしです。さあ、内田選手の追加で、内田選手の追加、さあ、奥川選手ゴール、奥川選手ゴール、さあ、内田ちゃんゴール、今から2回目の走行ですが、今の気分値は、どんな気持ちですか？ドキドキしていますか？でもさっき早かったね。目標タイムは？おお、頑張っていきましょう。準備の方よろしいでしょうか。それではですね、エントリークラスの、第2ラウンド第1ヒートをスタートしたいと思います。スタート5秒前。やば。3番スター、2番スター、5番スター、4番スター、1番スター。でもちょっとスペアリングの CD4、なんかプル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 してる感じですね。ちょっとなかなか、あっと綺麗にジャンプ飛びましたね。さあ、先ほどはバッテリー切れでストップしてしまった、言われてる、ね、ジャンプ、ちょっと大丈夫かな、大丈夫ですね。さあ、また落ち着こう、ハブをそして全体して、弱いですね、注意しましょうね。さあ、まず、勝った2周目かな。さあ、奥川選手が1周目拾ってないのかな。39秒になったですね。残り4分。さあ、奥川選手の1周目19秒6。あかん、壊れる。見えへん。よいしょ。あ、ごめん、つまずいた。抜かれんかった。内田選手が三周をクリアした時点ではトップですね。さあ、奥川選手18秒7が出てますね。さあ、奥川選手、あ、ごめん、邪魔してもらった。更新してきそうな雰囲気ですね。さあ、内田選手の足19秒1。さあ、奥川選手の足18秒7。さあ、奥川選手の足18秒4ですね。さあ、これで次が18秒台、18秒933。ああ、こっから行こうか。
さあ、内田選手が現在22秒22番手、これまで選手が21秒4で2番手ですね。優香さんが22秒33番手。残り3分。なんのかなぁ。優香さんが今、22秒0。さあ、前田選手の後ろ22秒0。ブルーの場合の奥川選手のみ、奥川選手のみ18秒9.3のマークで現在のところトップです。今の選手18秒9。さあ、ミューカさん今の選手18秒907。自己ベスト、一周の自己ベスト更新。ああ。さあ、前田和彦選手今の選手19秒608、一周の自己ベスト更新。また電池切れ。トータル4番と変わらず、奥川選手がトップ、2番手入荷と3番手入荷選手、前田勝子選手、奥川選手のオーダー。さあ、あと入荷さんトップ以上18秒911。第1ラウンドのタイムは更新はおそらくしてませんね。ゆうかさんは7でしたね。奥川選手は7ですね。ゆうかさんが今バックストレート。さあ、右ダブルから、ステップですね。ステップをクリアして、マニュアルタイプです。さあ、今の選手18秒628。ゆうかさん、カビダブルの後の処理だけ、オーバーラインしてるんで、そこだけかな。うまいこといけば、もうちょっとタイム上げるそうですね。さあ、きれいにされるのを押して、さあ、ゆうかさんが今、さあ、そういうところの通過、今の選手19秒3。ああ、もったいない。なんとか。さあ、残り35秒、残り35秒。残り35秒。2番手に奥田選手、3番手前田選手、内田選手、奥田選手のオーダー。さあ、しかし、各選手まだ第1ラウンドのタイムを更新していません。なぜか。さあ、内田選手、奥川選手、前田選手、三浦さんと。ああ、頑張ってすぎた。頑張りすぎた。さあ、残り3秒、2秒。タイム。さあ、ゴールというのが成功。ストレート、ストレートの方、危ないですよ、危ないですよ。さあ、これで三浦さんがまずゴールですね。さあ、内田選手、内田選手ゴール。前田選手ゴール。あと大塚選手のみです。大塚選手のみです。はい、大塚選手ゴールですね。じゃあゴール取らないことするから三浦さんですね。おお、すごい。さあ、準備の方よろしいですか。スタート順はだから、みゆかちゃんと、みゆかちゃん、奥川選手、前田勝久選手、内田選手、大塚選手の順番でスタートですね。2、3、4、5、1の順番でのスタートとなります。さあ、準備の方よろしいでしょうかね。それではエントリークラスの第3ラウンド第1ヒートスタートしたいと思います。スタート5秒前。2番スター、3番スター、4番スター、5番スター、1番スター。さあ、今日からですね、X3-2 にマシンをチェンジした田中優香選手ですね。マニュアルのアイドル、田中優香選手は現在、出走中ですね。タイムも、GT03 の時に比べると、劇的にタイムが上がってますね。ラジコンは練習すれば必ず上手くなります。必ず上手くなりますので、人によってちょっとね、時間の違いはあるかもしれませんが、必ず上手になりますのでね、気づけずにぜひですね、チャレンジしていただければと思います。
あとミュータちゃんがちょっと見てたかな。さあミュータちゃんと奥川選手、さあ表彰台争いですね、表彰台争い。あとミュータちゃん転倒。残り4分。まず第1ラウンドのタイムをですね、第1ラウンドのタイムをまず更新したいところ、18秒4ですね、18秒4のタイムを、なんとかね、更新したいところです。4じゃない、7か。ですね、現在3番手は18秒759ですね。18秒759が現在3番手のタイム。そして、第2ラウンドの中井選手もかなりペースが速いんで、タイム上げてくるかもしれませんね。もったいない。さあ、やはり、中盤18秒の0とかですね、4とかのタイム出していきたいところですね、中学生。さあ、現在、奥川選手がトップ、19秒6、壊れる。内田選手が2番手、19秒7、田中克彦選手が3番手、19秒7。ミュータちゃんが20秒2、奥川選手が31秒9、残り3分。さあ、奥川選手の足18秒770、1分の15と更新。さあ、ミュータちゃん18秒738、さあ、1周の自己ベスト更新。ミュータちゃんはマニュアルテーブルをクリア、少しのラインを通過、今の人は21秒4。さあ、そして奥川選手は今マニュアルテーブルをクリア、少しのラインを通過、今の人は19秒0。あと1台、マニュアルテーブルとダブルの間に挟まってます。はい、ありがとうございます。さあ、内田選手が通過。さあ、ミュータちゃん今の人は18秒813で、2番手に浮上。スリーアップ19秒6。あっと、もったいね。残り10秒。はい、ありがとうございます。時間がない。さあ、ミュータちゃんが今通過。さあ、今の人 18秒6。さあ、ミュータちゃんこのまま、少し前にバックマーカーが1台。さあ、あとうまくかわした。さあ、奥川選手が後ろについていきたいところ。奥川選手、ミュータちゃんが今通過。さあ、これでミュータちゃんがトップ浮上、18秒801。さあ、自己ベストに近いタイムが出てきてますね、ミュータちゃん。そして2番手に奥川選手が19秒1、3番手内田選手が19秒7。さあ、ミュータちゃんはまず奥川選手のタイムを、更新していきたいところです。さあ、奥川選手の負けじと、さあ、バックストレートを走行中、ブルーのカラーリングのマシンが奥川選手、そして赤いカラーリングのマシンが、ミュータちゃんですね。残り1分。のカラーリングのマシンは内田選手です。さあ、ミュータちゃん今の人18秒515。あーっと転倒。そして前田勝彦選手もかなりですね、速報区間というのが挙動が運行してますね。さあ、ミュータちゃん、ここからまとめていくところ。残り30秒。さあ、残り30秒。これはサッカー更新が厳しい状況かな。じゃあ、この残り10秒で、ミスっている選手がほとんどですので、これはちょっと更新は難しそうです。さあ、残り2秒、1秒。さあ、どうするの走行を見てください。さあ、まず奥川選手。奥川選手が、ゴールです。奥川選手ゴール。さあ、内田選手が、さあ、ゴール。そして、ミュータちゃんもゴール。前田勝彦選手ゴール。あと、もったいなかったな。あれ、ここで壊したって感じ。あれ、壊したんちゃう。大丈夫。大丈夫。ミュータちゃんですね。18秒8、2番手、2番手、1番手、2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 番手
まあ、今回のレースで2021は全て終了ということになりまして、もう明日大晦日ですのでまあそれは終わるんですけれども、まあ、最終的には今日は3周ラップの19秒台が出ました。この間の 9.3 周年記念レースなどではなかなかこう19秒台ってベストラップでも出なかった中でですね、3周続けてのラップで19秒台ですから、かなりね上積みできたんじゃないかなというふうに思っております。ただ今回はですね、ダンパーステイを折ってしまいまして、練習走行で、危うくレースに出られないという状況だったんですけれども、こちらのね、ブクロさんからもうダンパーステイをお借りすることができまして、なんとか今日はレースに参加することもできましたのでありがとうございました。優しい気持ちをいただきましてね、なんとかレースに出ることもできたんで、大満足の一日ということになりました。で、またですね、2022年が始まりましたらバギーのレースにもどんどん参加したいなと思っておりますので、引き続き TD4 かな、やっぱりな、もうハイエンドマシンがビュンビュン飛んでるのを見ると欲しくなるんですけどね。まあ、いずれにしましても楽しくですね、バギーも走らせていきたいと思っておりますので、また2022年もよろしくお願いいたします。